こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。韓国の最新鋭潜水艦が進水式を迎えましたね。それにしても韓国の敵対国はどこでしょうかね。SLBM が必要だとは考えにくいのですが、北朝鮮を標的にしているのか、それとも日本を意識しているのか。でも韓国の最新鋭潜水艦安武を詳しく見ていきますね。でもそう、夕方潜水艦を越えてくると言っていたが、今は太平洋型潜水艦もあるしな。2020年11月10日、韓国は、釜山アンチャン補給潜水艦の2番艦となる。安武の進水式を挙行。この艦は通常動力型としては、水中排水量3705トンと大型で、1番艦同様に6機の VLS も装備している。このため、海上自衛隊が配備している操縦型などの攻撃型潜水艦と比べると、対艦戦闘用の戦術兵器たる魚雷発射艦に加え、対地攻撃用の戦略兵器の要素を併せ持つ兵器だと言える。韓国の釜山アンチャン補給以前の潜水艦は、ドイツから209型や214型を購入及びライセンス生産していたものであるため、釜山アンチャン補給はオリジナルの国産と謳われることも多いが、設計も含め 100% ではない。釜山アンチャン補給の国産化率はおよそ 76% とされており、先のドイツの209型、214型潜水艦の運用経験とノウハウをもとに、ソナー等の電子機器類をはじめ、可能な限りでの内製化を進めてはいる。安武の仕様としては、水中排水量が3705トン、全長が 83.5 メートル、全幅が 9.6 メートル、ドイツの潜水艦に準じて、鉛製の蓄電池とモーター、燃料電池方式の不待機依存推進を採用している。兵装面では、前述のように、6機の VLS を艦橋後部の背面に備え、艦首部分には片側3門ずつの計6門の 533mm 魚雷発射艦も備えており、韓国海軍ではバッチ1型と呼称している1段階目の形式の艦艇だ。ちなみに今後建造が予定されている2段階目のバッチ2型では、全幅は同様だが、水中排水量4100トン、全長が 93.5 メートル、リチウムイオン蓄電池と、モーター、燃料電池方式の不待機依存水となる予定だ。最終型となるバッチ3の仕様は、現在のところ確定しておらず、おそらく、バッチ2と同等程度と考えれるが、推進方式には、現在の文政権が目標に掲げている原子力推進を目指すとも言われている。通常動力型と比較して建造に要するコストも多額となる原子力推進を、韓国が費用的にも技術的にも、また政治的にも実現可能かどうかには疑問符もつくが、これはまた別の問題となるだろう。海上自衛隊の、そう、流型や太平型などの攻撃型潜水艦を見慣れた目からすれば、安武などの釜山アンチャン補給の重武装は実際の運用上から現実的なのかと思えなくもない。ただし、オーストラリア海軍やインド海軍でも、
こうした通常動力型潜水艦の調達の動きはあることから、予算的に厳しい国家の海軍ではこのクラスの艦にこうした重武装を施し、戦術戦略両面を求めることも皆無ではない。それらの国でもまだそうした潜水艦は実際には収益しておらず、したがって運用もされていないことから、韓国の土産アンチャン補給はその実用性が試される最初の艦艇となることだけは間違いがない。それでも韓国が特殊であるのは、オーストラリアやインドが周囲を広い領海に囲まれた国であり、さらにその海洋への中国の進出の脅威を懸念している外的要因からの思考ゆえという点が異なる。自国の周囲は狭い海しか存在しないにもかかわらず、また最大の仮想敵国は地続きの北朝鮮であるはずの韓国が、なぜわざわざ戦略型の艦対地ミサイルを搭載できる潜水艦を欲しているのかの答えは明らかだろう。これは韓国が建造を進める意向を表明している航空母艦にも当てはまることだが、竹島をはじめとする日本との関係性をめぐり、一方的にこれに敵外心を燃やしていることを示す例としか見えない。韓国側からすれば、日本が保有する戦術兵器、双竜型などの攻撃型潜水艦や出雲、片護衛艦に対して、原子力潜水艦やそれに搭載する艦対地巡航ミサイルなどの戦略兵器で上回りたいとの意図が透けて見える。まだ、現状では、韓国とアメリカ、アメリカと日本との間には軍事同盟が存在し、仮にも同じ側に立つアメリカの同盟国同士として、すぐに韓国を日本の軍事的脅威と見る必要性は薄いだろう。しかし、韓国の在韓アメリカ軍の撤退など、費用面や政治面からアメリカが朝鮮半島に積極的に関与する戦略を改めた場合、韓国が中国側に回帰する可能性は高いと見ておく方が無難だと言えよう。そうした場合、その時までに韓国が日本の主要部を射程圏内に収める艦対地ミサイル搭載型の今回の安武等の潜水艦を配備していれば、ロシア、中国に続く日本の脅威となりかねない。日本では長射程の巡航ミサイル、政府でいうところのスタンドオフミサイルだが、この保有に関しても敵地攻撃用の兵器にあたり、自衛隊の専守防衛や憲法に反するとの指摘すら出ている。だが、ブースター落下時の安全の担保ができないとして見送られたイージス・アショアが、仮にこの問題がなく導入されたとしても、落下時に軌道を変えて飛来するミサイルの迎撃は困難だった。要するに、イージス・アショアでは弾道ミサイルへの対処はできても、新たな巡航ミサイルには対処できなかったわけで、さらに登場してきている極超音速兵器なども同様だったことは明らかである。こうした迎撃による攻撃回避が極めて厳しい場合、敵国にその使用を思いとどまらせるには、同様の兵器による
報復的抑止力しか有効な。対応策は現状存在しないと思われる。これを敵地攻撃の可能性のある兵器は保有すべきではないという。情緒的理由で拒むのであれば、それに代わる有効性の高い代案を提示する。責任が問われるだろう。